トモハッピーです。はい、どうも、安岡です。はい、今日なんですけど、安岡とね、いつも通りマジック・ザ・ギャザリングの対戦やっていきます。今日やっていくのはあの頃対戦ザ・ファイナルズ2001年から石田至さんの般若の面 VS、安岡翔太さんの初代ヤソコンことカウンターモンガーやっていきます。合ってるこれ、初代ヤソコン。そのヤソコンって別に俺がつけたわけじゃないから、うん、みんなが勝手にヤソコンって呼び出した。そうそうそう、うん、でヤソがこう作ったコントロールで最初に実績出たのがこれみたいな感じ。これなら間違いないですよ、大きい大会で、うん、歴代のヤソコンの中に多分数えられてる中の初代、うん、まあ、初代で合ってる、うんうん、青黒緑のコントロールだよね。そうそうそう。で対する、石田至さんが使ってた般若の面っていうのは青を鬼のように目立ったステロイド赤緑、うん、赤緑、そうサイドでタッチ黒みたいな感じのデッキで、うん、もう辺からね、プロテクション青とか対象にならないんだよね、いっぱい入ってる。全く何デッキか分かんないのかも。昔の人は分かるかもしれないけど、マジックそんなのばっかりだよ昔。クレアジータクシーとかもよく分からないからね、はいはい、デッキの動きと全く関係なくてさ、遠征先での出来事がデッキ名になったみたいなデッキだと思うんだろうね、うん、いや今はいい時代になったね。デッキ名の分かりやすさといったらないね。分かりやすさあるけど、なんか、うん、思い切り残りづらいよね。確かに昔の方が味があったっていうか、アシュガーソウルブルーとかさ、そうやっぱりね、今でも聞くと あのデッキって覚えるけど、うん、あの時代のなんかさ、バントって言われてもパッと出てこないじゃん。確かに、そう分かんないね、うん、ジャンドとかね、いつの時代もあったりするし、個性はあるのかなみたいな。ただ歴史が積み上がるにつれて分かりづらくなるよね、情報が多すぎみたいな。そうそうそう、両要素あるから、うん、どっちもどっちか、どっちもどっちだね。昔もね、シンプルなのもあったんだよね、黒タンコントロールとか白ウィニーとか、まあ、色つくと分かりやすいよね。単色デッキは昔から分かりやすいのか、うん、なんか新しいタイプのデッキが結構デッキ名ついてたね。太陽剣とかぐらいの時代まであったかな、まあ、ずっとあるね、うん、まあ、あとまあアリストクラッツとかちょっと いい感じで分かりやすいかもしれないけど、そうだね、色プラスアリストクラッツで、そうそうそう、デッキタイプみたいな、うん、もうちょっと包括的に使えるみたいな感じで、やっぱ入ってるカードの、ね、名前がついてるとか、まあ、そういうのはちょっと少し分かりやすいかもね。患者の面まで行くと本当に、まあ、知ってる人しか分かんないし、普段これ予想しても当たんないよね。当たんない、ね、どんな出来だと思うんだよ、患者の面って。俺もウィキ見て調べたから分かったけど、うん、これちなみに石田至さんとあの当時当たったの、ヤソは。いや、これ別ブロックで、うん、当たらなかったな。そう、3位だったんだけど、うん、そこ、檜垣さんと当たって、そこに勝つと決勝、石田さんと当たれるみたいな。はい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 。そう、檜垣さんは何使ってたの？サイカトグ。あ、そっか、じゃあサイカトグに負けちゃったんだ。至さんはそのサイカトグを見た患者の面で、うん、サイカトグをボコすという決勝。なるほど、当たったらどっちが勝ってた可能性があったの？どうだろうね、石田さんの出来って、うん、まあ、このスタンダードでいなかったね、こんなデッキ本来いなかった。その赤緑デッキはいたんだけど、はいはいはい、めちゃくちゃ青を目立った、はいはいはい、いないから実際やってみないと分かんない。患者の面もヤソのヤソコンももともと想定外のデッキだったんだ、みんなからしたら。いや、そうだね、想定外 VS 想定外の当時の検証対戦ってことだ。確かに、はい、さあじゃあやっていきますか。いきましょう。どんな対戦なのかお楽しみください。お願いします。お願いします。やっていきますか、はい、お願いします。お願いします。ドン6 5、先行赤緑、アジロで先行でかいな。じゃあ、はい、どうぞ、はい、お願いします。お願いします。はい、終わりな。 いいじゃん、やんないの。やんないでしょ。はい、だってこれ相手ね、決勝戦ってことは相手分かってると。そう、だいたいどんなデッキか。ちょっと怖いね。これも味わい深そうだな。たまにさ、昔のデッキ見直すとさ、うん、なんかこっち弱いとかあるよね。分かる分かる分かる、ちょっと違う。今組むなら、ね、そう、今組むなら5枚ぐらい変わるかも。このデッキね、ちょっと24しか入ってなくてさ、少ないんだ。ちょっとね、マナーベースもね、オクトと書いてなかったっけ。オクト4枚入ってる、そこでごまかしてる。いいんじゃないの。なんか今だったらもう1枚増やすなみたいな。あー、そっか。バクトアフィクション入ってるでしょ。入ってる入ってる。リパルスとか、いいんじゃないの、24枚。結局その準決勝、土地が5で止まって負けたんだけど、 5で止まって負けるつもり。そう、ずっと5で止まって、はい、手札にロボトミーと反論があって、はいはい、もう一番なれば決まってたのにっていう。そう、サイカー指定して勝ちかみたいな。そうだけど、リパルス3回リパルス打ったんだけど土地引かなくて、結局最後までそこまで、そのぐらいの土地で負けちゃって、なんかあれだね、リーチ状態からずっと勝てないみたいな。いや、そうそうそう、引けばみたいな。お互いがワンマリで、お互いワンマリキープしようかな。はい、はい、いいですよ。
ちょっと森、ラノワールの夜、終わり。終わりっす。さあ、ドロー。当時はある。あるセットして、野生の雑誌犬。はい、どうぞ。ダック。はい、終わり。終わりっす。そうか、ブラストダウンとかもいない時代か。うん。ドロー。カブーのタイタン。どうぞ。アタックさんって、はい、ミドタンストンピなんだけど、終わり。いやー、マナベース弱えな、森やべえ。マナベースやば、3色なのに2色しかも。マナベースっていうか、お互い事故ってるんだけど、クリーチャー出せるっていいね。そう。ドロー。アタック。テイク5点。5点。はい。勝っちゃうんじゃん、これもしかしたら。ラノワールのエルフ。どうぞ。終わり。はい、すげえ、バリコンで。はい。ただ戻したのドロー。強い。ラノワールの。神秘の蛇出ない。で、終わり。リードも出ない。リード出たよ、お前。アンタップ、ドロー、はい、アタック4点。はい、なんだ。野生の雑誌犬、どうぞ。終わり。エンドに、ウソコマカップ。あー、はい。リードめくらないで。アンタップの土地ないね。それ土地がないとは。これリード出して即起動だけやばいな。これでいこう。はい、ドローたちと土地クリちゃん、どうぞ。あ、来ちゃった。黒、はい、リードだと思ったよ。え、すげえ、全部流れたー。終わりです。アンタップドロー。コスト2以下のやつが全部破壊だっけ。 X か、そう、 X 以下、 X 以下、はい。マングス、どうぞ。カウンターされない、除魔能力対象7、2、1、終わり。かわいいね。かわいすぎ。白もし、はい、魂売り。やばー、これなんだっけ。66でクリーチャーを倒すと1時カウンターが乗って、はいはい、黒で再生、緑で色が変わります。やば、千ギャマっぽいみたいなやつだ。そうそう。アンタップドロ、緑マナ出して、はい、ラノアルのエルフ、どうぞ。これ出して、これ出した時手札戻せばいいんだっけ。戻せ、そうそうそう。で、三色ランド、黒、赤、緑が出ます。で、赤でファイアボルト、プレイヤー3。まずい、まずい。終わりです。軽くで本体じゃないんだぞ。しゃあない、もうモンガーがいるから。終わりです。アンタップドロー、セット森、はい、終わり。レイジか、あれオフト、ウルザの激怒、本体3点、打ち消されない。よっしゃ。これもまた打ち消されない、ハンニャシリーズの。お願いします。お願いします、先行で。はい、やります。やれません。はい、サイド見せない方がいい。うん、じゃあ現代ルールでマリアしていきます。はい、あ、いいかな。キープ。何かな。はい。しました。終わりです。ドロー。セット森。はい。終わり。セット沼。終わりです。ドロー。あ、プレザー。カマン出して、はい、エビマヤバーバリアン。どうぞ。プロテクション青。はい、終わり。ちょっといいか。はい、終わりです。強いなぁ。強い。ドロー、アタック2点。いや、こっち良かった。18単体でいけば単受教。展開すれば全受教。いい、はい、あ、それでいけばね。きついな。じゃあ単体でいくか。終わり。おかわり、おかわりやって終わりです。うまくいくかもしれない。でもモンガーで2つ連打のチンタラすると、そう、ウルトズレージプレイヤー3点、はい、15。ドロー、アタック13。辛抱か、辛抱します。終わり。まだエンドに嘘かもしれない。あー、強強すぎー。はい、これ1対2交換でしょ。1対2交換でしょ、はい、分けよう。リバルスはまあどっちでもいいか。どっち、緑、森勝ちね。森とこうなるのか。神秘の蛇とこれ合わせるとややこしいから、うん、単体に発されちゃうかもしれない。こうしようじゃん。はい、なるほど。こう分けました。好きなこと言ってください。そんな打ちづらいんだよね、医療とかスパンブースとかで。それ欲しいかな。さあ、次もらおう。はい、こいつやれるか。やれる。で、アンタップします。はい、しまっぱい。取ろう。タック。おー、来ますか。2点大事に。2点大事に、ちょっと。はい、じゃあオスパイバレーを置いて、はい、これで呪文チラシのケンタウルス、サマザに
あ、この呪文や発戦からの対象にならない。打ち消さらするとね。はい、対抗呪文。じゃあこれいこう。カメのタイタン、どうぞ。いいね、終わり。マンガモワールの攻撃で終わりです。はい、取ろう。ハイターアタック。はい、戻ります。ドローします。うん、5マナ、はい、タイタン効くか。どうぞ。3個持って出てきた。トランプル、終わり。満点ボス。やっつー。正解だった。はい、はい、今のでリードを起動します。はい、もうやめてほしい。ドローして、もう無色で、はい、これです。魂売りだっけ。魂売り、スピリットモードかっこいいよね、はい、カード名、はい、イラストはなんか牛みたいな感じだな。なんか凶暴です。筋肉マンの敵みたいな。確かに。さあカブーのタイタン、はい、どうぞ。デアリガズのなんとかカルデラ、はい、立ち戻した、終わり。ドロー、何ドローかな、6点。はい、よし、12、3番だから、ね、終わり、終わりです。ドロー、ダック、はい、あー厳しい。カブータイタン、キッカー、はい、どうぞ。ディストラクティブフロー、お、土地が飛んでくるやつ。各プレイヤーのアップキープにそのプレイヤー特殊土地を池に捧げる、はい、どうぞ。で、3、アップ、アップシーズン、じゃあまあこれを、はい、やった。あ、8点なんだけど、6点。はい、6通っちゃったら無敵だね、それ。無敵、反射すぎて、はい、タップにして、はい、終わりです。はい、池に、池にどうぞ。ドロー、 You are creature, so nice アメージング。3本目に備えて脅迫、手札チェック。ん、何だと、仕方ない。はい、オプトスレイ、ジャングルバリア、全部強いな。負けました、はい、ありがとうございました。はい、じゃあ3本目お願いします、はい、お願いします。先行、はい、赤緑先行、キープ、キープ。セット、森からのラノエル。ラノエルスタート厳しいんだよね。一旦得るからね、終わりです。一旦追加セットしてますでしょ。ドロー、なるほど。そしたら緑マナ出して、あ、レイヤランド、レイヤランド、はい、戻して、黒マナ、はい、緑マナ抜いた状態、乾く、青、はい、どうしようか。凶悪で抜けるのは太鼓呪文だけ、OK、はい、太鼓呪文、ヘビモンガーで、マングス、どうぞ、終わりです。これです。プロダック3点、セット、呼び前のバンゾ、まあ、消してくれと、うん、まあ、じゃあ終わり。お互いに仕方ない、終わりです。プロ、まあ、ここで何が来るか。従軍の呼び声、あ、どうぞ、まあまあまあ、そう、3、3、はい、フラッシュバック、はい、アタック3点、終わり。14、パルスとかで、ね、何か引きたい。パルスはね、これに対する回答だから、終わりです。ドロー、タック、はい、はい、ロープまで、どうぞ、頼まれる。 OK、 5点、 5点、 9か、コール、はい、フラッシュバック、終わり。闇前フォース持ってたんだよな、本願持ってるし、ということは、あれ、いや強いね、そいつ、はい、どうとでもなっちゃうな、結構、あれ、ここだな、ここだな、あんた9しかないからな、どこまで無理攻めくるか。ドロー、はい、若さよ、レイチで
こう。じゃあするか。3ターンタック。はい。はい。どうぞ。セラムドしか終わり。なるほど。まあ、6だとね、レイジ2回だからね。うん。まあ、選択。あ、そうか。モンガーがプラスになるのはクリーチャーを取ったんですよ。そうそうそう。もらいました。はい。青魚。はい。無色。ヤングロイヤー。あー、強っ。それだけは。終わりです。いかん。これ今いてもおかしくないぐらい強いから。10分の15。どうぞ。3、3。はい、終わり。こいつは強いね。好きだった、俺。反撃。三押しな、三はきついな。終わりです。取ろう。中軍の呼び声バック。ああ、おしまい。虫ばみ。打ち消しの三点です。終わり。あ、これドローだ。はい。黒がカード落ちたからドロー。どうぞ。あー、なんか、しか引かんね。終わり。アンタップドロー。カーク。どっちしかない。はい。ワンチャン。まだね、あるよ。マングス、終わり。お、選択。選択強い。これはいいね。とりあえずこの地点でランダムな1枚よりは当たり。なるか。で、まあ置いて、はい、終わりです。ドロー。もらうグラフだったら熱いな。下置きたいところもらうグラフないからね、これない。ランダムになる。リード引かんかな。終わり。リードはやばい。ドロー。終わり。あー、しま。はい、終わり。ドロー。退避。スタック。いらない。いや、結構ね、ちょっと引く、引くっんだよね。ファクターフィクションでね、落ちたりする。いや、そうそうそう。もういらない。そうか、まあ、ごとはい、どうぞ。プロンカード5枚。そんなにない。お、3枚ある。3枚ある。でも2枚取れるじゃない。1枚落ちる。2枚何を取らせるか。虫まみ、対比が出る前だから。出る前、一応スタック。虫まみで消されちゃうと。まあ、こうか。リードは嫌だもんな、本当に。これで。いや、難しいね。リードが一番強いよね。リパルスもね、リードも強いけど、2枚引かれたくないもんな。どっちもどっちだ。全部が強いからどう取っても強いけど、まあ、2枚引かれてもなんとかなるか。でもこのポスト出るとリード競争通動されるんだよね、うん、いや、それもきついな。こっちか。はい。で、ワンドロー。まず、はい、まずリードが落ちてワンドロー。はい。で、これスタック上です。どうしようかな。なんだっけ、リードと虫歯とあれ、モンガ。モンガスティックスね。そっち、はい、はい、された。じゃ、呪文チラシのケンタルス3マナで自分のクリーチャーは青の呪文や青の発生から能力対象にならない、はい、終わり。いただきます。来ちゃった。そうだね、モンガ持ってるもんね。10。まさにカウンターモンガ、虫歯みを持ちながらモンガ強っ。はい。なんか生き生きしてない手つきがちょっといつもより。終わりです。いや、まあ懐かしいなね。ちょっと嬉しがってるよね。そうそうそう。ドロー。あー、対比いっぱい入れてしまって、映画行きたいから対比、消して。消さない。うん、ダメだな、先手でこんな雑魚入れちゃう。いや、結構、うん、サイド後黒も結構あれだみたいな。スレイとかいっぱい入ってたなと思ったけど、難しいよね。ファクトでも落ちるしなと思ったけど、火力よりはいいかなと思って言ったんだよね、うん、火力対象ないもんね、まあ、本体火力対象、まあ、ファイヤーボールと一緒、本体本体になるけど。終わり。こいつレイジの辺あるからね、減ったよね。ジャングルバリア、はい、強っ。強いんだな、こいつ。あ、どっち。はい、でこれ絶対ジャンプじゃん。これだけでチャンプ。はい、じゃあ6点。6点、4。終わりです。カモン。トップデッキでもまくれるカード入ってないと思う。終わり。はい、地力以上無視できるからね、こうなると。ジャングルバリア強え。
何も入ってんの？4枚やばっ。ステロイドにめっちゃするじゃん、その液。普通のやつだったら。だからほんとステロイド、プロワオとかだったら突破できるけど、そうそうそう、これ突破できないもんですね。 で、プロワオは殺戮とかリードで流すんで、はい、ブロック。いや、強いわ、強いわ、その液。はい、終わりです。いいわ、マナがちょっと心配なぐらいか。そう、本当にアンタップドロー、終わり。脅迫打って、脅迫打って、ブロック、はい、ブロック、はい、なので捨てて戦闘勝つ、はい、だから戦闘勝つ瞬間俺のライフはゼロ、きた、負けた、ありがとうございました、ありがとうございました。いやー強かった。はい、ということで、結果はね、2対1で、ヤソコンの勝利、おめでとう。どう、当時のさ、あのデッキを20年ぶりに使う気持ちは。いやー、マジ優勝あったなあったね、あったね。いや、ティエスさんとしてもかなりいい勝負だったから、うん、今だったら勝ってたかもしれない、マジで。あ、その土地5枚で止まって、うん、負けたっていう最終局面以外で勝ち目があったかなみたいな。そう、やっぱり土地止まったからちょっと焦ったりして、まあ、はい、ちょっと、はいはい、まあ、やっぱあるじゃん、土地止まるとスイルイラつくんじゃないじゃん、うん、まあ、そういうのをちょっと若かったなみたいなプレーがあったから、うんうんうん、あー、そこそこそこ、もうちょっとじっくり行ったりしてれば今のスキルだったら勝てた、うん、勝ってかもしれない。はい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 。いや、俺はなんかこの対戦やってよかったよ、やつとかさ、まあ、表面的にさ、俺みたいにハッピーみたいなのないけど、なんか手つきと表情で、うん、結構ね、いつもよりテンション上がり目なのが分かった、対戦中。うん、いや、さすがに。ジャングルバリアでドローするときとかね。いや、気持ち、まあ、ドローするの好きだからね。ちょっと巻き戻してみてほしいですね、はい、皆さん。ぜひね、ヤソが嬉しそうだな。はい、はい、そんな感じで、いかがだったでしょうか。よかったら、チャンネル登録、グッドボタン、お願いします。そしてね、ヤソの Twitter や Twitch なんかも概要欄からぜひチェック、お願いします。応援お願いします。今日はトモハッピーとヤソオカでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。また明日。